皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、新春パワーアップ強化祭り的なやつ、天才覚醒確定編ですね。俊英高校でやっていきたいと思います。で、俊英高校のデッキに関しては、まあ俺今日か俊英が来た時しょっちゅうやってるんですけれども、北摂の浴衣3人娘ですね、これが、おすすめです。で、基本的に俊英高校って別に練習で経験点を稼ぐ高校ではないんですよ。なので、あんまり練習に力を入れる感じではないです。だから、イベント経験点の高さをまた生かして、大悟くんで、渚ちゃんですね。で、前回ちょっとパワコの時に渚ちゃんもう一つの役割として説明するのを忘れていたんですけれども、今回、大丈夫の、手形とメスを持ち込むということは招き猫が、持ち込めないんですね。なのでなぎさちゃんの35固有ボーナス、イベント発生率アップの効果も狙ってなぎさちゃんを入れてます。で、あと今回相棒キャラ大悟を入れてる理由はもう一つあって、要はこれって二股以上になるので井戸端が発生するんですよ。で、井戸端が発生した時に彼女キャラだと、評価を戻すのが面倒ということで、傷の少ない大悟くんを入れてます。で、今回その純粋な彼女キャラというのがいないので、基本的にこの3人って練習すれば結構評価上がっていくし、いないところで練習してもチーム名と評価って1上がるんで評価が戻しやすいということになるので、この編成できてます。で、あとは独身術のレイリーで、補給上限アップ、やっぱ上限アップはね、今ちょっと1人は入れたいと思いましてレイリーを連れてきてます。ではこれでやっていきましょう。で、俊英高校はね、本当に大事なのはもう試験だから、試験をもう全部満点で通過する勢いでやっていかないと経験点が伸びません。これ初回の試験もそうですね、もう満点目指して、まあ、いわゆるピッチャーの場合はピッチャーというか今回野手できてるか、野手の場合は、40点を取ると。で、ピッチャーの場合は、まあ、点数を減らさないで、通過するということですね。じゃあ大悟くん評価を上げていきましょう。言っちゃえば練習するよりはなんかデートした方が経験点良くないっていう、まあ、高校なんですよね。とはいえ練習して皆さんの評価を上げたいので体力は回復しておきます。2人いるな。で、大悟いないんで、じゃあここにしますか。あとね、北摂組はちょっと今回せっちゃん入れてないんで、まあ、コンボが少し減っちゃうんですけれども、まあそれでもね、コンボが割とある人たちなので、ここはもう完全にメンタルがいいね。あ、ムード丸、この子は危ね、ムード丸を持ってたはずなんで。で、試験っていつ始まるんだっけ、ちょっと久々すぎて忘れてしまった。弾道はね3欲しい、ミートも一応30にしておこうと思ったらできねえし、パワー30で大丈夫。あとはね、やる気を最高に保つということ。離反してそっからの話だよね。だからまだか、大悟くんにするかコツにするか、もうちょっと名前すら覚えてない、なんだっけ、ハッチでしょそっから復習します。ハッチ、あ、りょうちんだ、そう、りょうちんで、こいつなんだっけ、あれ俺なんて言ってたっけ、アンパンの人、チカちゃんって普通に言ってたっけ、もうわかんねえ、それすら覚えてない。どっちがいいかな、まあ、そう、コツを見ようとしたんだ、りょうちんのコツを見ようとして、ついでに名前も復習しようっていう流れだったんだ。こっち、チャンス、走塁、バント守備職人、バントは職人か、なのでただのバントを取っただけではコツは潰せないということですね。まあ、一応せっかくコツがあるし、バントで普通の、あ、来た、天才千丸はつかない。ただここでだいぶ能力が上がったんで試験通過は少し楽になりそうかな。ミートパワー D やるとねだいぶ安定するんだけど、コーチも終えれば追っていきたいけど、やっぱりまずは大悟くんかな、お正月には間に合わせたいからね。経験ね、くれるな。
一応やる気は OK。 そっか、雑用か、そういうシステムだったね。初回のみ天才確定なんで、なんていうの、その予習みたいなのができないんですよね。予習しちゃったらもう天才確定じゃなくなっちゃうんで、総力ブーストとか。え、ここどうする？評価上げたいっていうのはあるけど、体力回復しよう。で、雑用3回くらい続くんだっけ。流し打ち、芸術的流し打ち、あ、4回続くね。誰かくれたよね。骸骨取れるのはかなりいいな。高校、あ、チカちゃんとかも持ってきてくれるんだ。で、あ、そう、今回別に収益キャラ入れてるわけじゃないんで、これ D まで持ってけるかな。持ってけないけど、もう一回練習するっけ。コーチか大悟か、どうしようかな。大悟だな。コーチは後でまとめておう。まずは大悟くん、経験点もくれる、おいしい。よし、ここ上げられる。パワー D に持ってけそうだな。 OK。 あ、呼び戻しはまだか。大悟は乗った、ただしコーチがいないので、大悟くんと練習をしておく。大悟の練習後のね、経験点もかなりいいんで、でコーチがいるときはコーチと練習して、コーチがいなければ呼び戻す、そういう方向でいいんだっけ。彼女キャラたちは早々に呼び戻したい。で、入り替え試験。いけっかな、40点。まず1本。変化球見てない。見てないけど、見て対応する。なるほど、把握した。岡野。基本的に333で持ってるからね。なんかたまにすっげえ強いやついるけど。あー、スクリューか。危ない。今のは運が良かった。てか、めちゃくちゃ運が良かった。これは。あ、行ったか。いや、さすがパワー D あると違うな。めちゃくちゃ持っていきやすい。もう昔の俺だったらね、この初回のところは、ちょっと40点全然取れなかったんだけど、まあ、ずっとやってればね、打撃能力も上がりますよ、そりゃ。というわけで、たとえ野手であろうと、ここから経験点100は狙っていきます。で、ちょっと怪我率もあることだし、 2% か、どうなんだろうね。やっとくか、やれるときにやっとこう。もうダメっす、体力ないっす。よし、絆 OK。 で、一応精神だけ見ていなければ呼び戻そう。ここからちょっと呼び戻しを重点的にいきましょう。チカちゃん、ここでめちゃくちゃ評価上がるしね。これ何がいいんだっけ、わかんねえ。ちょっとこういうの一個一個、すみません、調べてやります。まあ、基本的には経験点の違いだね。技術精神、一番目にしとこう。そう、これなんか手に入ってるね。一応絶対ではなく中確率って書いてあったけど、ちょっとこれは怖いな。キューパーとかも本当怖いからね。で、ハッチ、レイリーももう戻しちゃいます。イベントが進まなくなっちゃうんで、後の方にね、やった方が経験点は上がるんですけど、その分イベントも進まないと。今回イベント結構圧迫されるんで。え、これ何がいいの。飲むと体力最大値が上がるけど、やる気は減る。飲まないと技術フィニッシュ。一番下は体力最大値が増えて体力も増える、やる気も増える。ハッチの評価は上がらない。これ一番下でよくね。一番下が一番無難ですね。で、ちょっとこっからは練習を見る。コーチがいるときはコーチ、いなければ、相棒イベントを進めていきます。
して告白、これは受けましょう、もちろん。盗塁、なぜ盗塁がつくのかよく分かんない。で2回目のプロテイン、下だと経験点が入るね。ただ体力最大値が上だと上がるんで、ちょっと飲みましょう。体力はマックスなんですけど。で3つつ、もう別にだよね、この経験点だったら。でやっぱりデートと絆イベントで圧迫をされてしまうので、練習はやっぱりコーチだな。練習はコーチがいるとき、それ以外はこういうやつを進めていこう。デートとか絆とか、経験点は高い。でこれは容姿練習しよう、容姿練習しようじゃねえ、容姿挑戦しよう。体力がめちゃくちゃ上がるんだね。ちょっと今回は経験点なので下、体力いっぱいあるから余裕余裕で、これは3回目も体力最大値増えんの？3回目は増えないか。3回目はさすがに増えないんで、経験点の下で、そろそろちょっと能力を揃えていきます。ミートはやっぱ D 欲しい。あー、やっぱ C に持ってけるなこれで。パワーは持ってけないんで、意外性は取る。まあこんなもんか。で3つついないんで、ちょっと呼び戻して、両チーム も呼び戻そう。でチカちゃん、一応ここのねクリスマスはおまけみたいな感じだから。げっ、体力最大値が上がった。筋力ポイント結構欲しかったんだよな。いただきます。よし、これで CC になったんで多分だいぶ安定する。でコーチはいる、ここ3人いるな。それなりに経験点が高い。でこれ今回全員 SR の45ですけれども、 PSR をねもし50にできるのであれば、イベント経験点がさらに上がるんで。よし、これサボり癖さえつかなければ大丈夫。本当に一応野球が上手くなりたい。どくらい入る？あ、22は入るか。22はひどくない？この野郎、チカちゃん。一応コツは見ておきますか。あ、コーチがいるね。でムード丸持ってたよね、さっき。ムード丸とか言ってたけどさ、持ってなかったわ。全然適当だな。キャッチャー意外性だけか。キャッチャーじゃないから今回キャッチャーこと入んないんで、まあ普通にじゃあ経験点を取りに行きましょう。筋力なんで。よし、え、ちょっと待って、これやる気がない。ああ、ありがとうありがとう。やる気はかなり重要だからね、やる気による補正。岡野くん、あれさっきと一緒だっけ。ちょっと待って、これはストレート、これはカーブ、これはストレート。ある程度変化球かストレートかみたいなのが分かると、32だから39、あと1本。まあもちろん狙っていくけど。よし、最初出だしだけつまずいたけど、まあこのくらい打てればもう大丈夫でしょう。でそういえばちょいちょいしたコツをたまーにくれるようになるんだよね。だからそう、盗塁アシスト来ちゃったけど、潰しておくべきだったんだ。盗塁の2はちょっと無理。悪球、代打、エスラ、ホーム突入、ムード、ホーム獅子、プレッシャーラン。インコースは安いから1で取っておく。で、盗塁アシスト。こんなもんか。で、練習を見つつ、いないんで、ちょっとレイリーは戻しちゃおう、もう。
で、レイリー独身術欲しいんだけど、もう早速1回目が来たね。レイリー結構やる気下げてくんだよね。なんかね、弾道4の方が成功しやすいんじゃないか説があるんだよね。ちょっとよくわかんないけど、どうなんだろう。一応練習は見て、コーチはもうやっておきたい。この意外にこれ経験って稼げるからね。やるだけやる、この体力量だったら。よし、上り調子。うお、おいおい、いいだよ。流れに乗る。てかこのタイミングっていうかさ、今のスピードで大丈夫か。デート消化できる。いや、できるはず。コーチは少し置いといていいな。呼び戻し、あ、カラスマとか呼び戻さなきゃいけないんだ、忘れてた。呼び戻そう。で、まずこいつら、そう。もう不眠症はほっといていいよね。これ、千丸ついてくれるとだいぶいいんだけどな。最悪。両親のコツ。レイリーはね、ちょっとやっぱりタックは弱いからね。大悟くんがちょっと練習してないな。で、大丈夫博士のために補給をまた上げておこう。上げられるだけ上げる。高い方がもちろん経験点使うんでね。で、守備も上げとくか。こんなもんかな。さてどうする。まあ、一応ちょっとこっちやっとくか。バレンタイン前だし。よし、OK。結構早かったな。あとコーチはほっといて大丈夫なんで、デートに集中しつついきますか。バレンタイン初棒、まあ、体力だな。体力を回復させるっていう役割で、大悟くんは絡んできた時にやればいいんで、呼び戻そう。カラスマ、ここは一発勝負なんで集中してストレートを狙う。はい、これガッはい、これとか、すいません、調子に乗りすぎました。今のはちょっと調子に乗った、マジで。来た、パワーアップした俺の力があれば、カラスマ、お前など雑魚に等しい。不眠症治った、やった。で、5上がったね。ちょっと2回目が来ちゃったので、ミートを上げていきましょう。どうしようかな、弾道どうする、マジで。ここまで何が足りない、精神が足りてない。 B か、もう1回。勝負を引き受けていただいてありがとうございます。優しいね、カラスマ。なんだかんだでこれはちょっと見よう。あ、これ OKOKOK。だって言っちゃえばこれさ、一生いっぱいだからね。よくカラスマ戻ってきてくれる気になるよね。チャンスメーカー。よし、ここでも経験点はもらえるんで。で、これコンボわかんね。あ、混ざるいいね。混ざるだとハッチ、混ざるハッチ、対左ゲットしてしまった。やった、付き合おう、チャンス。大悟一人か、怖いな。まず大悟終わらせるか。ちょっと大悟終わらせてどれだけ評価が乗るか、これを見よう。そういえばさ、俺よくよく思ったんだけどさ、外野できたけど、なんだっけ、大悟くんって何くれんだっけ。なんか内野の金徳だった気がするんだけど、情熱エールとかじゃなかったっけ。そこら辺全く考えてなかったな。早すぎた。球速130キロ、意外に打ちづらい。しかし目が慣れればこんなもんだ。ここはもう10点でいいんで。
一本内野安打が出た。そう、ここでもねコーチの評価上がるから、これを待った後でも全然良かったよね。これ経験点意外にでかいな。やろう、すぐ経験点に目がくらむから。で、ちょっと待ってね、もう3月でしょ。全部で 1,2,3,4,5,10,15 周使うってことだよね。ちょっとまずくないか。4月から始めれば大丈夫か。でもそう、情熱ゼルだよね。まあいいや。大悟くんの評価がよろしくない。やっぱりまずはちょっと1回ずつデートをしておこう。で、最後1回は残しておくか。井戸端が発生する可能性があるからね。ちょ、コツは見つつ、いいや。大悟が絡まない。1回ずつデートしよう。毎週週替わりで別の女の子とデートをする。限界値まで行ったか。なぎさちゃん、俺は今何の経験点が足りてるんだ。精神だな。精神は欲しい。ミートはどうする。ちょっとパワーも上げとこう。なんとなく弾道じゃあ4にしよう。弾道4の選手ってなかなかいないから、俺の中では。そういう選手がいてもいいんじゃないか。あとはお出かけ。チカちゃん68ポイントくれればまあ上々でしょう。小西君コントロール S か。やるな。こいつは完全になんか抑えの選手だね。能力的にスタミナがないけどコントロールとかめちゃ高いから。え、今のいかないんだ。まあ、パワーヒットがないからな。広角打法もないからね。いや、ちょっとこのカーブは打てなかった。秀英高校もやっぱり選手一人一人は強いんだよね。名門だけあって。まあ、ボロクソ打たれてるけど、今なんか振ってもよかったな。最後めんどくさかったから。ここも風呂っていうかもうカーブだし。だ、結構珍しいのくれんな最近。で、糸端来るんだったらもう早々に来てほしいんだよね。そうすればデートでも評価を上げられるんで。うん、コツレイディーか。いいかな。最悪ちょっとデートが終わったら大悟くんを集中的に追わなきゃいけないかもしれない。頼むぞ。 OK、 成功してくれればそれでいい。独身術ドロー。独身術があれば試験など楽だ。情熱セール、ちょっと精神だな。精神が足りない。最初の方で結構大悟くんとの練習で精神取れたのはでかかったな。これ何わかんねえ。ほら、体力最大値はもういっぱいなんで上がりません。精神が上がる。で、喧嘩するほど仲がいい。これもちょっとわかんねえ。場を和ませるのは失敗するとエラーがつくんでちょっとやめておきます。成功するとアベレージヒッターが手に入るんだけど、2人を止める、これだな。早急が手に入るんでやる気は下がるけど。で、あとひたすらデート。
うわ来たー、最悪だ。そう3人いるからね、絶対来るよね。これどうすんだ。で上は大打のコツなのでいらない。下本類生還だな。体力減るけども、体力とか対して減ってもしょうがないし、もうひたすらデートしてるからね。経験点の方が重要。一回ちょっと A にするか。守備が少し追いついてないな。呼吸を上げなきゃいけないっていう手前上、いやちょっと厳しい、やっぱり精神厳しいな。でそうハッチ進まなかったんだよ、これがあるからな。なるべく後の方には残したくない。これどうする？空気読め。選球眼。そろそろ来るんだったら、そろそろ井戸端が来てほしい。結構経験点は高いな、両チーム。一応見よう。大悟、絡まない。第5はちょっと評価少なすぎだよね。起きたよ、何なんだよお前ら。いやもうどうでもいいわ。で3人、何がいいんだっけ。精神的支柱のあれはいらないから、金魚すくい、金魚が手に入ればかなり大きい。競争心か、あじゃなくて掴んだわ、センサーだくま。アドバイス聞く。体力とか全然大丈夫で、残り8ターン、残り8ターンでこれを消化しなきゃいけないのか。いや大丈夫、もう大丈夫でしょう。でこれは一番上、精神固め打ち。練習してる暇ないんだよマジで。246でしょ。大悟くんは終わってるから大丈夫なはず。カナデート2回起きたか。まだ起きる可能性があるけど。でこれは何がいたっけ、ちょっと待って。とりあえず精神狙いで肩抜きでいきますか。優勝する、名門だぞうちの高校は。よし、 B 賞は正直、あーでもそれなりになかったのか。ちょっと補給を S、 あーもう100まで持ってこう。でそこからもうひたすらデート。両チーム危ね、ここ1回でも空デート来たら超怖い。りょうちんほんとくれる。ハッチがあんまりデートで経験ってくんないよね。でまだまだ経験ってもらえるんで、まだまだ伸びしろ。こっちやる気ねえな。渡部くんどうした、俺と当たったから二軍落ちを覚悟したか。もうアイスとか無理だよ、抑えらんねえよって。フォーク独身術が来た。オッケー、フォーク教えてくれている。八百長だ、フォーク多いな。こいつ左ピッチャーか。でここでかけてもらって守備移動、デートして、いや大悟くん、おいお前ら、あれこれって1回ずつ空デート出た。練習
もう怖い、もう本当に怖い。これギリギリ、あのカラデートなしでギリギリ。ダヒだ、あれそんな少ない監督評価そんな上がんなかった。出たこの監督評価足りてない問題。いや大丈夫、それでも甲子園は優勝する。お待たせいたしました。なんか普通にやっても監督評価いくような気がしたんだけど、俺の妄想だったか。これここで監督評価乗ってもあれなんだよね、決勝まで代打になるから。で甲子園行けばようやくスタメンになれるっていう。もう一回待ってこい、よし待ってきた。せめてホームラン2本打てれば経験点自体は稼げると思ったけど打てなかった。まあいいや、さすがに初戦敗退はないでしょう。これ流れが怪しいな。デートの流れも怪しいしね。ハッチ、まずハッチ完成、完成っていうか完走。よし、一応骸骨を掴んであるからね。あ、しまった。どっちかっていうと先に、ほら来たよ、下の2人終わらせておくべきだったの。切磋琢磨取ったから海行く意味ねえや。この2人を先に終わらせておけば金とか揃ったんだ。なるほど。てか空手と多くね。お待たせいたしました。うわー2点取って、お3点よく取った。ちょっと待って、ここはもう俺の活躍、爆速だろうと持ってく。もう一回変わってる藤井。ワンアウトランナーなしという場面で入り沢、ハワヒがないからきつい。といっても能力めっちゃ高いから大丈夫なんだけど。いやハッチはマジで失敗した。でチカちゃんはほっとこう。こうりょーちんとか、てかりょーちんのイベントも全然進んでなくない。芸術的流し打ち、いやこれはちょっと実能力的に芸術的流し打ちを取りましたということですね。左キラーも取っちゃおう。で芸術的流し打ち、さよならはコツないから取る。ローボールヒッター技術が乗ってない。切磋琢磨はだいぶ精神使うけどしょうがない。で結局井戸端は起きてないんで、あと大悟、マジで大悟やばい。監督っていうかコーチの評価をちょっと先に上げすぎたら、もうちょっと大悟を気にしておくべきだったね。ホームランが打てんかった。なんもね、大悟、え、大悟4にすらならなそうなんだけど。練習をしなさすぎたな。練習をしなさすぎたって言ってもデートも完走してないからね。ここって甲子園決勝どこだっけ。いつも通り天空中央なんだっけ。じゃあ呼吸上げましょう。情熱エール180使うんだっけ。182か、めちゃ重いな。うん、精神が足りてないからな。ちょっととりあえずこんなもんだな。最後はコツハッチ粘り打ち、天空中央だね。勝たなきゃいけないからね。これ負けていいということではない、渚ちゃんがいるから。まあとりあえず優勝はできましたと。そっからどこまで点数が伸びるか、まず大悟は期待できないからね。
ひょんとか、ここもしょぼい。彼女キャラと違ってね、そんなに点数くれるわけじゃないからね。一応精神ちょっとくれんのか。ハッチがちょっと癖あるよね、26とか。なぎさちゃん、君が頼りだ、本当に。いやー、ありがたい。なぎさちゃんはマジでありがたい。1万はいかなかったか。ではちょっと経験点自体は余らせてあるんで、金徳をまず抑えましょう。よし、精神がめちゃくちゃ減ったな。総力ブーストせっかくだから取ろう。4番はさすがにいらない。精神あんま使いたくないんだよな。守備度は取りますか。2だか。ちょっと待ってね、パワーを上げておこう。ミートは精神使うから上げらんないよな。まあちょっと肩上げて、じゃあ守備は S にしておこう。総力はいいや、ちょっと特能に振る。盗塁せっかく取ったから。で、送球もちょっと欲しい。送球は20丸。パワー比直取りしちゃおうかな。じゃあちょっと筋力なくなっちゃうけど、もしパワチャレで使うんだったらちょっと欲しい。で、内野安打取って、敏捷が余り気味だから本塁生還ゴッツを取ったから、なんだかんだでまだ敏捷が余ってんな。使い道はないか。ポイントの配分があんまり良くなかったね。あんまり良くなかったとはいえしょうがない。これは守備1上げとこうという感じか。SS いや全然届かなかったけど、ちょっとね詰められなかったんで、あの初回天才覚醒ってやっぱりあの詰めてるあれがないんでね、ちょっといろいろヘマをやらかしましたけれども、まあ一応俊英あんまり彼女キャラ詰めすぎても、練習とデートのバランスが大事で、あの試験はもう絶対全部満点つうか、これはもう大前提ですねというところで、一応許可俊英の天才覚醒会でしたと。です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。